皆さん長らくお待たせいたしました。着物カップル世界旅ヨーロッパ編のスタートです。今回やってきたのはイギリス・ロンドン。長い長い旅がまた始まろうとしています。着物カップル世界旅、着物ジプシーズ in ロンドンということでロンドンにやってまいりました。はい、ね、今日本は極度の円安ということで、はい、今1ポンドですね164円ということで100ポンドが1万6400円になるんですね。これは多分コロナが終わって皆さんがこう観光に来れる時でもあまり変わってないんじゃないかということで、今回のタイトル100ポンドでできること in ロンドン。1日100ポンド、これでどこまでできるのか、ロンドンで、はい、2人でですね、うん、じゃあ皆さんに理想のロンドン観光していただきたいと思いますので、はい、はい、今回100ポンドで頑張ってみたいと思います。おお、いい匂いだ。おお、あれかな、見えてきた。おお、これはでも本当ランニングもいいじゃん。皇居ラン的なもんで、バッキンガムパレスランやってる人いいんじゃないの。パレスラン、バッキンガムパレス、ここはイギリス国王の宮殿です。ここから見れるんだったらね、お金かからずに見れて、yeah. 無料で楽しめるっていうことで、中入る必要ないね、これで。どういうことなんだろう、中に入る、中になんか一応なんかはあるんじゃない、そういう見れるところがある、うん、でも衛兵交代見れればいいんだよね、ゆえちゃんは。なんだろう、中もちょっと入ってみたいということでね、バッキンガム宮殿の目の前にある公園のカフェで6ドル95を使って40分待ちたいと思います。ドルじゃないね、あ、ポンドね、クロワッサンがあるかな、顔と比べて1グラム3人前くらいある。これはお買い得だね。ゆうちゃん、あと30分待てそう、それで。うん、20分なら待ってる微妙に待てねえんかい。何でつなぐ、歌さんに歌を歌って10分の尺のやつなんだ。春の海、超人気でんじゃん、ここで俺。甲子園ソングだな。え、夏の甲子園始まっちゃうよ、これ。あ、逆に甲子園こっからあるんだね。衛兵交代だけを見たということで、うん、ゼロポンドで抑えました。一番みんな見たいからね。そうそうそう、一番の見どころを見れたんだからね、うん、はい、なんか入らないってことで、中はね、また、うん、うんうん、今回はね、もういかにお金をかけないかっていうところの戦いになってるから、そう、それと楽しいのせめぎ合いね。そうそうそう、ということでじゃあ近場の次のスポットに。便じゃないの、12時ジャストの便じゃない。あらま、偶然。音鳴るかな鳴ったらどんな音だったと思う。ボーンボーンジョヤ。いやー、これすごいぞ、多分中。ゆうちゃんどうする、僕たち100ポンドでどれだけ回れるかっていう企画で。今どれくらいやってる。 1.95 しか使ってない。うん、だからここで24、1人48で40ポンドで食事。そうだね、あ、厳しいよ、なかなか。いっぱい行こっか。いい、意味なくて、本当に。いやいや、中入ろっか。中入ろっかそうだ、せっかくだもんね、うん、世界遺産見てみよう。じゃあウェストミンスター寺院、11世紀に建てられた世界遺産。イングランド歴代の王たちの戴冠式はここで行われ、そして死した後ここに眠ります。
じゃあ、ゆうちゃん、50ポンドももう半分払うってことは、ゆうちゃん、マストで何を見なきゃいけない、ここで。ここではね、戴冠式が行われた王座があるっていうので、うん、それはマストです。それはもういつ、いつからそこでずっと続いてるの？11世紀から。11世紀しあるね。うん。それとあとステンドグラスみたいなね。ステンドグラスはなんか、ドイツ攻撃から守るために疎開しちゃったんですよ。あとはエリザベス一世の墓かな。そう、あとメアリスチャートの墓、うんうん、お墓見れるのかわかんないね。確かに、でも歴代の王のお墓があるらしいからね。それも見たいね。うん、おー便じゃない。すごい綺麗だね。本当だね。あ、でもヨヨちゃんの方が綺麗だね、やっぱね、これと比べたらね。あ、なんかまたカトリック教会とは違う感じで、うん、そうだね。ただの寺院かと思ったら、もうイギリスの歴史が全部詰まってるというか、うん、これはまあ50ポンド支払う価値はあったね。2人でね、2人で、うん、あったあった、うん、見る見る、よく見ております。こんなでも晴れてるのあんま見たことない。確かに、だいたい曇りのね、素材しか見たことないから。いや、ここ気持ちいいね。うわ、すげえ。これこれ見たことある、これよ。ロンドンのアイコン、ビッグベン。国会議事堂に付属している大きな時計台です。はい、どう？いや、素晴らしいね。なんか合成みたいだよ。合成みたいでしょ。でもなんかさ、この作りがやっぱ合成っぽくさせてるってとこあるよね。なるほどね。いや、でも本当憧れのビッグベンだね。ただね、こんだけ楽しんで写真撮って無料です。おぉ、ここで写真撮れれば OK でしょ。うん、こんなピーカンでね。イギリスでもこんなピーカンがあるとは、うん、これで3つ目ビッグベン制覇。どんどん0円でいきましょう。はい、ということで4つ目大英博物館でした。でした。もう終わっちゃったけどね。まあちょっとね、ちょっとご覧ください、これ。で、すごいね。で、中もね、ロゼッタストーンがあったり、ミイラがあったり、死者の書があったり。そうそうそう。それで無料なんですね。ポンドですね。庶民の味方ですね。ゼロポンドでこんだけ見れるんだから。ということで、今のところ56ポンドかな。あと44ポンドパブ行きましょう。はいはい。120年前に創業したパブ、ザ・ソールズベリー。ビクトリア朝時代に作られたパブは非常にきらびやかです。おー、すごい。おー、きらびやか。いや、これ、キッチン開いてないか。開いてないか。 Excuse me, we don't have a reservation, but is that okay to... Sit down! Sit down! Okay. そうなんだ、パブに予約はいらねえと。今まで飲んだことない。イングリッシュビアって苦味がすごい。苦味がすごそうと思ってた。 IPA のフルーティーってよりは本当に苦い。苦いって唯一正しくビール1799円。いいね、感じてるね、重みを。こう調整されてない感じが昔っぽくて、逆にいいのね。これが本場のビールじゃないですか。これはやばい。本場よ、本場。もう魚が一匹って感じだね。本当だね、これ。いただきます。おいしい。そんな脂っぽくなくて。あ、そう。でもなんか、違いはあんま分かんないかも。見た目の違いはある。確かに、大きい。おいしい。おー、ちょっとバクバクするんじゃないか。これちょっとビッグでも確かに良かった。おいしすぎる。
キのポテトみたいな。ゼロに。これで 6.75。 量がすごいから。あ、薄い。いや、薄いのがちょうどいいよ、俺には。この、いいね、この長さね。これね。みんなこれ、一瞬で飲み切るよ、ね。いや、楽しい、こういうの。いいね。いい香り。いい香り。想像してたのより違うぞ。熱い。味すごい美味しい。味すごい美味しい。ということで、すべて回りきりましたね。はい、1日でね、割と色々回って、うん、主要なスポットは巡ったんじゃないかと思いますが、はい、大事なのは100ポンドに収まっているかどうかということですけれども、実際どうなんですか。発表いたします、はい、結果発表。少数点以下42。お発表いたします。99。すごいね、これ 99.42 という生まれたかのようなこれ本当にたまたまね、うん、たまたま、まあ、だからもう正直超えてもいいと超えちゃうかなくらいの、うん、思ってたけどギリ超えなかったということで、まあね、本来もっと食べたいとかいう人はもしかしたら超えちゃうかもしれないけれども、でも意外とロンドンは1日観光で100ポンド超えないよっていう、うん、無料で行けるところがまあまああるんでね、はい、ということで、じゃあまた次回、はい、バイバーイ。